こんにちは、ミスターマイアミさん、そっかじの久保です。いや、すごい音楽とか映画とか詳しいじゃないですか。むちゃくちゃためになりました。で、私の知ってるのも結構あったりとかですね、マルマっていうのもね、なかなか、いいなと思ってたんですけども、マイケル・ジャクソン2世みたいなね、ことを言われてるのかなと。マルマ、違いますね。マイケル・ジャクソン2世はブルーですね。で、マルマは知らなかったですね。この方はなんかイエス・キリストさんみたいな表情をしたりとかね、ギャングみたいな顔したりとか、いろんな表情を持たれてますね。これから聞かせていただこうかと思います。2億回、5億回、1.2 億回、1.7 億回とかって億の単位で再生されてるんですね。これはすごいですね。多くの方に感動とね、喜びを与えてるミュージシャンなのかなと思っております。それからメタリカですか。メタリカ確かにね、ガンガンガンと来るんですよ。で、私もね、メタリカは大好きなんですけども、イングベイ・マルムスティーンっていうののドリーミングを聞いていただきたいかなと思いますので、こちらの方をメールのもう一個の URL の方に貼っときますので、お聞きいただければちょっと気に入っていただけるのかなと思います。このイングベイ・マルムスティーンっていうね、方は私がね、中学生の頃に20歳ぐらいでやってたんですよね。15歳ぐらいでデビューしたらしいんですけども、もうその頃にはね、もう大御所をどん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 従えて、なんかね、レインボーの方とかマイク・ベゼーラと一緒にやったりとかね、スティーブ・バイに入っていた方とかね、もうちょっと名前忘れちゃいましたけどね、グラハム・バネットか、グラハム・バネットと一緒にやったりとか、すごい人なんですよね、若いのに。ギターの常識を変えたというか、音楽の常識を変えたというかね、なんといっても QRL クリックして聞いてみてほしいなと思います。で、映画や音楽の話で、映画の方になってくるんですけども、バック・トゥ・ザ・フューチャーをご存知だったら、ナイトライダーはご存知かなと思うんですけども、いかがでしょうか。またね、ご存知でしたらまた教えていただきたいかなと思います。ナイトライダーのね、レプリカカーを私最近、車庫に入れました、買いましたんで今結構大好きなんですよね、アメリカのホームドラマが。大草原の小さな家みたいなのもね、大好きで何回も見ちゃうんですけども、2012、ジェームス・キャメロンですか、2012っていう映画がありましたね。これもね、かなり好きで、終末思想とか、なんていうんですかね、地球が滅びるみたいな話なんですけどもね、結構こういうのが好きなんですよね、サスペンスみたいなのが。それでですね、 FX に関してですけど、プレミアム2、この夏に始まりますので、やっぱり一緒にやっていきたいなというところでございます。お楽しみにしてください。正式な募集とか発表っていうのはまだないんですけども、8月25日に、リアルセミナーをやりながら、そこで、正式発表とスタートがなされるのかなというところで、中丸トレーダー注目しております。かなり力がつきますんでね、もう FX にしても何にしても、一人から学べば十分だなと思うんですよ。私はだから FX は中丸トレーダー以外からの情報っていうのは別に必要ないかなと今思ってますよね。で、ポイントのことですね。 T ポイントと PayPay なんですけども、 T ポイントは基本的に 10% 分のポイントが還元されるんですよ。基本的にね、いろんなばらつきがあっても大体 10% とかなんですよ。で、 PayPay につきましては 20% なんですよね。ですので、両方を併用してクレジットカード決済とかすると、 T ポイントで 10%、 PayPay で 20% って形になりますんで、おおむね3割引きで商品が買えていくということで、しかもこの3割引きっていうのはキャッシュレスも込みなんですよね。現金で買う方っていうのは両方ともサービスが受けれないんで、基本的にはカード払いになってくるかなと。お金のやり取りが監視されるっていうふうに言う方もいると思いますけども、3割とかね、安くしていただけるんだったら全然、大歓迎かなというところと、別にお金のやり取りって隠す必要がないですからね。そもそも納税してるわけですから、隠しようがないわけですから、そんなに困ったお金の使い方をしてなければいいのかなと思います。はい、こういうのがポイントの概念ですけども、あと動画のことなんですけども、高級石焼き芋、高級石焼き芋で検索していただいて、その方の動画のアップロードの桁外れ、波外れのコンスタントの量をね、見ていただきたいと思うんですよ。この方は同じように量産しろという私がね、億万長者合宿で指示を出して、それからずっと作ってくださってるんですけども、すごいパワーですよ。中にはね、高再生をマークしたのもあって、そうするとどんなタイトルとかどんな内容が再生されるのかっていう傾向がつかめるんですよね。すごい人だと思います、この方も。凡事徹底の鬼です。すごいやってきます。忙しい中ね、本当にすごいですね。それから、山根さんへのメッセージもね、ありがとうございます。山根さんもね、それからミスターマイアミさんも、両方ともね、高め合っていただきたいな、仲良くなっていただきたいなと思いますんで、今 Facebook でおつなぎしました。それからチャンネル登録をしていただくためのチャンネルもお送りしました。よろしくお願いします。女性観っていうのは私聞いたじゃないですか。女性観っていうのはやっぱりね、家族の中央をなすものであって、女性観イコールそのまま家族観なのかなと私は思ってるんですよ。家族観ですよ。どんな家族をこの方と一緒に作ろうかなっていう思いで女性を選ぶと思いますんで、全てがそこに出てるかなと
そして自分がその家族にふさわしい人間になっていけるかなっていうふうな男性側からのね、それから取り組みっていうのもありますんで、そういう意味でね、女性を見る目って非常に大事だと思います。それは社会的な評価を受けてる受けてないではなくて、自分がその方に対して必要を感じているか、そして必要とされているかって、こういうことに本当シンプルに行き着くと思うんですよ。だから世の中のファッションとか流行りとか、他の人がどう認めるかっていうのはそんなに大事じゃなくてね、自分が肯定した人だったら周りの人も認めざるを得ないぐらいのパワーが男性にあってもいいのかなと思う。その時にやっぱり男性のエスコート力ね、女性に対するジェントルマンとしての資質っていうのが問われるわけなんですよ。このジェントルマンとしての資質が私も追い求めてるところなんですけども、なかなかね、日本人の方はできていないという評価を世界的に受けるというのは、まあ、納得できるところかなと思うんですよ。これね、昔から言われてますよね、うん、でもそれはいいとか悪いとかではなくて、もう女性には受けない時代になってきたよってことなんですよね。ある意味男性が主導して自分が壁になって、責任を取ってね、先頭を引っ張っていく家族のリーダーであるっていうのはいてもいいと思うんですよ。ただそれをね、振りかざして、家族の中にもう攻撃として向けていく、支配として向けていくのはちょっと違うかなと思うんですよね。いつも先頭に立ってやばいところに飛び込んでくれる、そういうふうなジェントルマン資質っていうのは男性に、日本人の男性に、大いにね、これから培っていかなければならない部分なのかなと思ってしまいますけどね。もちろんね、エスコートする力っていうのも必要ですよ。ジェントルマンとしての資質の中にはエスコートする力っていうのもかなり必要になってきます。もう自分のことにさえ、配慮がなくてね、周りの人とか、それから特定の女性に対して配慮がないっていうのも、なんかちょっとね、だらしないところだなと思います。でもそれがね、逆に良かったりするんですよ。男性っていうのは結構浮気がね、下手なんですよ、やる割には。だからすぐバレるんですよね。だからそういう隙のある男性であってほしいなと思いますけども、もうオランダの方って結構ね、かっこいいんで、オランダ人、フランス人ってのは、なんか、ね、浮気が当たり前みたいなね、そんな自分の資質だと思ってるぐらいやってるんじゃないかなと思いますけど、その辺どうなんですかね。あ、これを今回の質問にしましょうか。世界中で浮気の多い男性の民族、どの辺にいましたかみたいな感じですよね。まあこれは結構デリケートな質問なんですけども、というのがね、まあ浮気を肯定するわけでもないですし、私浮気をしてね、楽しいとか楽しくないとかって評論するわけじゃないんですよ。ただやっぱりね、ビジネスもそうですし、人間関係もそうですけども、あっちこっち企業を回してうまくいくことってないんですよね。それは上級者ならありますけども、地頃みたいな人とかだったらね、でもないんです。ほとんどの人は1個をやるのにも四苦八苦してるのに複数に手を出しちゃうんですよ、だから1個に絞ることでやっと自分の筋がね、通ってくるというところもありますし、結局は多くの人の信頼を勝ち取るためにそういうことなのかなと思うんですよね。例えばね、まあ面白くないやつって言われるかもしれませんけども、まあ私とかはね、例えばですね、例えば旅先で一人で行っても、なんかね、夜の街に出るってことはないんですよ。そこに性的な趣味嗜好があるとかないとか関係なく、夜の街に深夜出るっていうことがないんですよね。誘われても行かないんですよ。だから面白くないやつって生まれるかもしれませんけども、ある意味ね、そういうふうに自分なりのスタンスがずっと貫かれているということで信用を築くということもありますし、まあ、なんせね、興味がなくなったんですよね。ある一点に集中してそこに、ビジネスにしても異性関係にしても集中していると他に興味が湧かなくなるんですよ。不必要になってくると言いますかね。だからなんかいわゆるあちこちに浮ついちゃうっていうのはまだ定まってないのかなと思いますし、もしくは相当なレベルのプロに達したのかなとか思ってしまいますけどね、あ、そうです、何を質問しようかっていうことなんですけども、世界的に浮気の多い民族は誰かなとかね、まあ、ミスターマイアミさんの視点から見てどうかなってことですよね。でこれからやっぱり家族ってものを考えていくとき、これはね、いつでもそうですよ。私だけではないです。もう家族をね、5年10年やってきた人も同じなんですけども、これから家族に対してどういうふうに自分の役割を作っていこうかなとするとき、やっぱり必要な資質はやっぱりジェントルマンとしての格ですよね。それからエスコート力ですね。こういったものが誰に対しても向くようにしていかなくてなりませんし、プラス難しいと思いますけども、特定の人だけ特別扱いする、自分の奥さんだけいつもね、お姫様のようにハリウッド女優のように迎えていくっていうこともやっぱり必要だと思うんですよね。まあ、いろいろとね、私も勉強することばかりですけどもね、このミスターマイアサムとのやり取りの中でそういったジェントルマンとしての質とかエスコート力とかも培っていきたいなと、そして多くの速稼塾の塾生さんにシェアしていきたいなと思うばかりでございます。それですね、ここまでご覧になっていただいて、私のね、この動画の元ネタとなった3本の動画があります。速稼塾塾生さんでしたら、ミスターマイアミのマイアミへ行こうってコーナーがありますから、そこに行っていただくとマイアミさんが送っていただいた3本の動画すべて見れますので、こちらの方を順番に見ていただきたいと思います。そしてですね、西アーカラソンの山根さんも動画作っていただいて、
紹介するコーナーをね、そろそろ作っていこうかと思いますけどもね、よろしいでしょうか。もしこの動画を見ていましたら、何がしかの反応をしていただけたら幸いでございます。そういう感じでね、私のメディアは皆さんの共有物というふうな形でお届けできればと思いますよね。今までもね、アンジーさんにしても、ひろこさんにしても、それから天野さん、ちえりさんにしても、どんどんね、我こそはと思う方は私のメディアを通じて世界を開いていただいております。こんなね、力不足ではありますが、拙いメディアの中で最大限お力添えできるように私も心を配りしていければ、ちょっとジェントルマンとしての質が上がるかなってところでございます。それでは今回は以上です。